皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです、うん、なんかちょっとあさっての方向向いてますけど大丈夫ですか？おー、愛子さん、はい、お疲れさんです。今日すごいなんか地味に忙しいですね。忙しい、てかここ最近ずっとさ、割と毎日たくさんのご来店いただいて、はい、まあ、ありがたい限りなんだけど、はい、あ、これ見てよ、これこれ、はい、あの土曜日愛子さんちょっといなかったんだけど、はい、あのご来店のお客様が、はい、みんなで食べてくださいってこういうのとかね、よだれ出ちゃう。あとこういうのとか、これ長野から来たお客さんがくれたりとか、はい、あとこちらのお客さんも前回アップのね、はい、通勤ナビつけた人がね、僕知らなかったんだけどカールって今ね、はい、売ってないんだってね、こっち。そうなんですか？そう、なんか、ね、それは知らなくて見てないけど、西日本しか売ってないんだって。へー、だからってね、買ってきてくれたの。でも1個言っていいですか？言っていいですか？何？アップに似てるんですよ、ずっと前から思ったんですけど。カールおじさん、わかるわかる、ここのね、ひげがね、わかるわかる。いや、皆さん本当ありがとう、ね、ありがとうございます。またさ、また変わったっていうかあれなんですけど、こういうものを使ってくださいっつって。じゃあさ、ちょっと今ひらめいちゃった。はい、いい？どうぞ。じゃあアイクさんに問題を出すから、はい、アイクさん答えてね。それいいやつですか？え、それ大丈夫ですか？いや、もう静岡ならではの問題だから。じゃあ行くよ。はい、アイクさん押す？どちらでも。じゃあアイクさん押しね。はい、はい、じゃあいくよ。はい、ダダン。はい、今話題のハッピーグルメ弁当はどこれはい、どんどん答えは違う。なんでこうやって、もう一回俺がやるよ。どんどんあるあるある。これ静岡しかわからないよね。CM ありますよね。あれ何十年前からずっとあのチームだよね。自分だって保育園の時にはすでにありました。あったでしょ。あの、すでに保育園の時に映像が古いって思ってたぐらいなんで。そう、これをもうすぐ思い出したっけ。どん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 。そうそうそう。まあまあそんなことはいいんだけど、あきさん、今日なんだけど、はい、ちょっと終わらせて。あの、ちょっと久しぶりにナイさんね。はい。インテーク。はい。はい、で、ゴルフだな、GTI パフォーマンスにつけていくんだけど、はい、これね、割と体感できます。体感できる。体感できる、はい、で何が体感できるって言うと、吸入音が聞こえる。確かに趣向っていう、はいはい、ちょっと気持ち上がる感じで、これをね、今ちょっともうお客さん向こう側で待ってるのを聞いたんだけど、はい、一応1時からっていうことで、まだ大丈夫か。そうですね、今12時40分はい、なので、まあ、1時というか、まあ、ここから順番に作業をしていくんですけど、はい、ちょっとナイルおすすめの、はい、結構そのさ、つけるものによって体感できるもの、はい、できないものってあるじゃないですか。ありますね、うん、で僕っちだと、まあ、例えば GIC とか、はい、あとこのインテークとか、はい、あと CPM をね、結構僕は体感できる、はいはい、あれつけるので、まあ他にも、まあ、体感はできなくもないけどみたいなものもいろいろあって、はい、で今度さ、ちょっとナイルおすすめのパーツベスト5ぐらいやろうか。いいですね。10までいくとちょっと最後の方ネタ切れするかもしれないのであの5ぐらい、はい、要はコスパがいい、はい、体感できる、はい、で車にこう安全みたいな基準で、はい、ナイル基準でやろうと思ってますので、はいはい、じゃあ早速やりましょうか。やりましょうか、はい、じゃあそれではどうぞ。早速ね、はい、やっていくんだけど、はい、ちょっとこのズームをこちらに、なんとお土産をまたしても、先ほどね、お客さんのお土産紹介をした後に、はい、こちらのお客様もわざわざいただきました。ありがとうございます。本当にこれはちょっとありがたいよね。そうですね、うん、みんなの食べるし飲めるし、いや、これ頑張るしかないね。エビナメロンパンですよ、みんな知ってますかこれ。じゃあ早速ね、はい、やっていきますね。はい、はい、まあでも言ってもね、このインテーク交換は、はい、ハードルはそこまで高くないです。ないけど、この奥側のパイプを外すのがちょっと大変だな。奥側のホースバンドを外します。でもなんかお土産もらえると嬉しいよね。そうですね、わざわざさ遠くから来てさ、はい、本当はこっちがなんかお土産をね渡さないかんぐらいなのに。確かに遠方からですからね。そうだよ。ちょっと愛子さん、毎回ハッタさんであの用意しといてよ、厄除け団子を。いや、ダメです、あれ自分で買わないと。ダメ？人にもらうじゃダメなの？人にもらうじゃダメじゃない。あ、でもなんか誰か言ってましたよね、なんかあんこ全部取って食べる人がいる。そう、あれで、ね、それをすることによって役を逃すっていうかね。言ったっけか、前、昔めちゃめちゃ僕さ、はい、大変な時期というか、なんかもう呪われてんじゃないかみたいな時期があって、はい、でもこれはもうお払いしてもらわねえかんと、はい、ということで、はい、八田さん、
忘れもしない8月1日、はい、行ったんですよ、はい、なんとお餅が売ってない、なんとちょっと致命的なものですね。でね、調べたらね、はい、1年の中でね3日間だけ売らない日があるんだって、はい、はい、こんな感じでね、もう今話しながら抜けたんだけど、はい、雨が弱くなったり強くなったりね、え、ほんと困っちゃう。これは何をつけてるんですか？これ遮熱板だね、熱を。なるほど。結局あの今度のやつはケースに入ってないじゃないですか、はい、剥き出しなのでこちらからの、ね、熱を逃がすように。はい、アイクさん、じゃあ、これ今つけたよね。はい。で今度はここの上のトルクスを外して、はい、でまあ DIY でもできるんだけど、はい、ネジを落とさないように気をつけてもらいたいよね。そうですね、これ落っこっちゃうとリフトアップ案件になっちゃう。 でこのネジを取ったら欲しいですか？これがどうぞ。あ、ください、愛子様、私にお恵みを。何様だよってですよね。いや、もう愛子様ですからね。いやいやいや、最近もう愛子様って呼んでるから。そんな、なんか今日もなんか呼ばれた気がします。あとはここのネジとこれね、はい、とこのパイプでこうつくんだけど、ここの位置はまだフリーにしてあるんで、そこ結構重要。そうそうそう。でこの大きな、でまあこれ別にこだわりじゃないけど、できればバンドは両方とも同じ向きにしたいね。ここ先に根元をこっち固定しちゃうと、これが取り付けられない時がありますからね。でこの位置を先にね、はい、こうやって決めて、あの本締めはしなくていいんで、はい、うん、でこれで決まったんで、ググッと入れて、てかあのその連休前日イレギュラーっていうちょっと勘弁ですよね。そうなんだよ、部品も間に合わないし周りも休みになっちゃいますからね。そうなんだよ、ほんとね。でそういう時に限ってなんかあるんですよ、そういう事案があるっていうね。よし、でもいいよ、これ変えると本当にね、あの吸気音がシコーってすごいいい音するから、はい、いいですね。よいしょ。この後あれですね、きっと高速乗って帰られるじゃないですか、この方。うん、そうだね、楽しみじゃないですかね、きっと。うん、楽しめるはずです、はい。まあ、でも雨だからちょっとあれかもしれないですけど、え、でも最近自分のあれあるじゃないですかっていう言葉割と伝わってません？伝わってる？あー、あれねみたいな。まあそうだね、なんかもう長いもんでさ、何が言いたいのかなんとなくもう分かってくる、分かるようになってきた。愛子語があるので。で最後あのこのパイプをね忘れずに、それいつもちょっと忘れそうになるんですよね。ダメですよ。でナイロは一応ねこれ抜けることないんだけど、はい、タイラップで止めておきます。一応下に抜ける方向になってるからさ、はい、いつもの感じですけど、あの取り付け自体は全然難しくないから、はい、やってみるのもありかな。これしかもあれですよ、いじってる感が出るんですよ。出るんだよね。そう、ちょっと音を出すのはね、はい、あれだけど、はい、あとこれだけ、このはいですね。はい、フィニッシュですか？はい、終わりました。早い、簡単です。さっきも一番最初言った通り、はい、結構そのコスパっていうよりはその階段との体感ができやすいアイテム、はい、なので2リッターターボ車、はい、お乗りの方はつけてみるといいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、楽しいですよきっと、はい、いやちょっともうぐったりになっちゃってるけど、ダメですよ。ダメですか？まだ今日は長いのでまだまだですよ、はい、そうですね、まだちょっと順番に車が待ってるんで、はい、続いてやっていきましょうか、はい、もうちょっとしたらまた次お客さん来ちゃいますからね。来るね、はい、本当に順番増したもんな。ということで、はい、まあ、あのインテークやってみたんだけども、はい、体感できる非常にいいアイテムなので、はい、はい、私もつけたいなって方はいいねとチャンネル登録をお願いします。ナイさん疲れ切ってますよ。いやでも全然余裕だし頑張るし、はい、あ、じゃああとまた後でバリバリと。お腹すいた。お腹すきました。まだじゃあまた次の動画で会いましょう、はい、はい、さよなら。さよなら。